オットー・ハーンはドイツの化学者、物理学者、主に放射線の研究を行い、原子核分裂を発見。1944年にノーベル化学賞を受賞。1946年までカイザー・ヴィルヘルム教会最後の会長を務め、1948年から1960年までマックス・プランク教会会長を務めた。ハーンは30年以上にわたってリーゼ・マイトナーと一緒に研究を行ってきたが、ユダヤ系であったマイトナーはナチスの迫害を避けるために1938年にスウェーデンに移らざるを得なくなった。その後も二人は連絡を取り合い、同年、ハーンはマイトナーにウランの原子核に中性子を照射しても核が大きくならず、しかもウランより小さい原子であるラジウムの存在が確認された。何が起きているのか意見を聞きたいという手紙を送った。マイトナーは、おいで、物理学者であるオットー・ロベルト・フリッシュと共に、核分裂が起きたことを証明して、連名で発表した。しかし、ハーンは、ナチスの圧力に負け、マイトナーを外したため、マイトナーは、ノーベル化学賞の受賞を逸している。ハーンは、受賞のスピーチでも、マイトナーの功績についてほとんど触れず、その後も核分裂を発見したのはマイトナーではなく自分だと主張し続けた。マイトナーはハーンへの手紙で40年間の友情を裏切られた思いと吐露している。今日ではハーンは核分裂の発見者であり、マイトナーは核分裂の概念の確立者であるとされている。ハーンとマイトナーの名前はいずれも元素名に提案されたが、マイトナーの名前に由来するマイトネリウムだけが採用された。ハーンの名前に由来するハーニウムは正式採用されず、ドブニウムが正式な名称となった。ありがとうございます。